半ンツは、政党時代の画家。大いに画彩を見出され、資金援助を受けた。人物が、クラマが似たけていた。馬の画法に構成、大きな影響を与えた。大張の出身、慶長軍間県の出身と、諸説ある。元は、酒屋の出前であった。大い、王神兄弟の酒代を徴収しに行き、待っている間に地面に神馬を描いたときに、 画に長じていた王位に見出された。王位は年に、銭二万を与え、十数年にわたって、半強しに絵を学ばせた。はじめは、宗派に指示した。幻想により、天保年間に宮廷に召され、その命により、陳に指示し、馬を描いた。独自の画法を使ったことを幻想に質問され、真はおのずからしあり、陛下ない馬屋の馬、皆な真の死なりと答えた。このため、 幻想に異彩を認められた。宮廷において幻想や蝶の所有する名場を相当描き古今どっぽであったと評されていた。また、馬の絵だけでなく、肖像画、人物がクラマガに優れていた。官位は太士の進むまで至った。安示の乱をすることがなくなっていた。この時、鬼の使いと称する人物の依頼により、馬の顔を描いて焼いたところ、後日、 鬼の使いがその馬に乗って礼をするのを見たという伝承が伝わっている。徒歩は、その死、丹精院において、半ンツの馬の顔死の双破に劣るとしている。しかし、歴代名画機の筆者である番頭の長飛講演は、このことに反論しており、同じく番頭の当庁名画録の筆者の主権限も、第三位の新品化と高く評価している。有用雑誌にも、 半ンツの描いた馬が、現実に現れて、半ンツの前に現れたという話が残っている。三国時代の義の皇帝である僧帽の子孫。開元年間に有名となり、天保十四歳には、元僧の御事のりに従い、大馬や香辛図を描いた。神は、左、武衛大将軍にまで至った。安氏の乱以降は、諸の地に逃れる。貧困から、生計のため、 道行く人を描いた。徒歩により、双派の馬の画を絶賛する詩が残っている。当庁名画録では評価の対象になっていない。ありがとうございます。